皆様お階段の世界をゆっくりとお巡りください弟が一応その回収しましたよっていうあの証拠の写真を撮ったんですよ。その時に、まあ、写っっててしまったっていう どうも、島田周平です。始まりました。島田周平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、あの、このチャンネルですね、これからもどんどん頑張っていきますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてメンバーシップの方もやっております。ぜひね、そちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、今回、めちゃくちゃ楽しみな方、来てくださいまして、もうね、聞きたいことがもう山ほどあるんですけども、 えーもうね、まずはね、紹介させていただきたいと思います。大人気チャンネル、ギャル霊媒師飯塚結衣チャンネルより、飯塚結衣さんに来ていただきました。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> 本当に可愛らしい方で。いやー、とんでもないです。<laughs> ありがとうございます。ギャル霊媒師という肩書なんですね、<laughs> 一応。そうなんです、まあ。めちゃくちゃインパクトがある名前だと思うんですけど、代々、三代。 あの、ついておりまして。そうなんですよね。はい、ギャルゲーばいっていうから、すごくポップな方なのかと思いきや。はい、実は、もう、家系で代々受け継がれて、三代目なんですよね。はい、そうなんです。え、先代というのが、祖祖母、祖母から来て、まあ、母が継ぐ話は出てたんですけども。まあ、母はちょっと、あの、その一部始終すべてを見ていて、まあ、私は怖くて、できない。 っていうことから私がついであじゃあお母様もそういう力はあったけどもちょっと辞退したという形なんです、ねはい、そうですねなのであの結構ちょっとこう一人でやるお祓いが大変な時とかは、うん、こっそり母とかあの弟も今ついでますので、えええー、3人でお祓いをしたりとかはあります。じゃあご家族皆さん、はい、そういった力が そうなんです。でも中でもユイ一さんが強いって感じなんです。そうですね。あのみんなやっぱりこう力が種類が違うんですけど、やっぱ種類とかあるんですか、うん？あるんです。で、えー、どういう種類があるんですか。では、あの人の気持ちを見る方の霊視ですね。はい、と、もう霊と戦うとか、あの例を供養する癒す。あのもう本当にあと鑑定とかですね。 人のことをこう導いていくて全てにオールマイティーな力を持ってるものが、まあ、継ぐことがふさわしいと言われてるんですけど <laughs> まあその中で一番ちょっと秀でてたっていうのもあってあの仙台から受け継いだものを伝授して7年間武者修行をして、はあ、今、えー、とその7年間の武者修行を入れて全部でちょうど今年で20年目になります。 はい、今まででもされてきたわけですよね皆さんねその、まあはい、一旦が垣いま見れるですね、えー、チャンネルがこちらありまして、えー、ギャル媒師飯塚ちょっとこれどういったチャンネルかちょっと皆さんにご紹介頂い,いてもいいですかあのですね、えーと 基本的には私の本当そのままもうノンフィクションなあの出張に全国にお祓いにご依頼をいただいてあの伺わせていただいてるんですけどもうそれをずっとノンストップでもうほんと全てあのノンフィクションなので急に起こる怪奇現象とか、まあ、イレギュラーな出来事に見舞われることをそのまま載せてるようなチャンネルでございます。だいたい6時間分撮ったものをあの凝縮して あの二十分ぐらいで、チャンネルには載せてるんですけど、はい、カットしてるところにはもっとまずいものが載ってたりとか。ぜひ皆さん、あの、はい、概要欄の方にですね <laughs>、はい、載ってあります。ぜひ、あのギャル霊媒師新、はい、塚由依チャンネル。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。 今日どういった話を持ってきていただいたんでしょうか今日はですねどちらかというとただただその心霊体験をしたというお話よりは実際に私が依頼を受けた時のお話で私も体験したり私のその写真で撮れたものもですねあの証拠がある実際のお話っていうのをちょっと持ってきた感じです、はあ、ではよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますあのやっぱりいろんなところから あの私自身こう依頼を受けることが多いんですけども、はい、わら人形の回収っていう依頼を受けましては<ー>、はい、でそれが普通の、まあ、ただただこうわら人形を取って帰ってきてほしいってお話なのかと思いきや発見された方がご本人もちろんご本人なんですけど自分の名前が刻まれてるわら人形が 自分の住んでいる近所の神社で見つけてしまった。自分が呪われていることをね分かってしまったわけですよね。そうなんです。あのまあ本堂の裏ですね。うん、こう林にちょっと囲まれた神社だったので、まああまり人が来ることもなくそこにこうやりやすかったのか、その方の名前が刻まれているものがあったようで、うん、で自分で取るものも怖いですし、取、ね、ったら来るんじゃないかっていうのも怖すぎてしまって、うん、どうにか。 ちょっと先生にあの依頼をして、もう回収ごとしていただけないかってお話をいただいたんです。やっぱり呪いもね、効果が出ないように打ち消してほしいって気持ちになりますよね。はい、よね怖いですもんね。怖いですよね。はい、でやっぱりそれは行かざるを得ないなと思ったので現場まで行ったんですけども、はい、まあ今こんなご時世にこんなこう集落というか、もう本当にその よそ者が来たぞじゃないですけどそんなところあるのっていうぐらいなところにあったんですねその神社がこれはの可能な限りでいいんですが、はい、関東とか東北とかで言うと関東です。関東の本当にごく一部なんですねでまあちょっと車でないといけない道ではあるのでまあそういう意味もあってあの。 簡単に人が行き来できないところだからちょっとこう集結して作られてるのかなとは思ったんですけど、うん、まあちょっと地図を頼りに車で行ってでたどり着いた時になんかゴンゴンって人ががここううを鳴らすすよよな音が聞こえたんであな何かやってるのかなと思って気にしなかったんですけどその瞬間からまず人がわーって来まして、うんはい、集まってきまして。 まあ本当に集落なんでしょうね。見たこともないようなポスターがまず貼られてるんですよ。あちこちに。<ー>あのあなたのことを見てますっていうようなこう見たこともない真っ赤なポスターで真ん中に目が描いてあるような。ですかそれ。めちゃくちゃ怖いですよね、はいで。まずそこからもう怖かったんです。正直。うんうん、やっぱりあの人の怖さというか、うん、とんでもないところにとんでもないその状況が行なって 割れていいるというか逆に言うとそういう場所だからわら人形を設置したのかなとも思ったんですけどまあちょっとそれを気にせず回収しに行こうと道具を持って行こうとした時にパシャッとまず写真を撮られたんですよね。誰で,すか車でです多分その住民の方やっぱまあそれもちょっとこう気にしすぎて目が合ってもなんか刺激しちゃうかもと思っても気にせずこう撮りに行ったんですけど。 でどこだろうねと思って、探してたら、まあ、あったんですよね、藁人形が。あ<ー>ただ、よく見ると、すごい数だったんですよ。えー、だから、もしかしたら、あの、そういうのを専門で。こう、その方たちの暗黙の了解で、扱ってる場所になっちゃってるのかなと。神社自体がです、ねあ。はい、は,はい、はい。やっぱり、あの、今。 神社さんってなかなかこうちょっと代々継いでるお家が少ないっていうのもあって外部からあのこう清掃とかでとりあえず管理をするっていうことであの受け継いでる方が多いのでその状況ももしかしたら知らないのかもっていうぐらいのちょっと小さい神社ではあったんですけどえここからまず探さなきゃっその,い,らっしゃるのいくつぐらいあったんですか ざっとですけどパッと見てざっと30個はありました。ええー、本殿の裏側の、はい、まあね神社の木だから多分大きな木がたくさん生えたわけですよね。そうですね。いろんな木にもう30個ぐらいもばあっとこう打ち付けられてるわけです打ち付けられてましたね。その絵だけでもすっごい怖いですよね。もうゾッとしてしまって、うん、いやもうちょっとこういろんな恐怖がもう情報量が多すぎてですね、ちょっと冷静にならなきゃと思ってうん、うん、その時一緒に弟も同行してたんですけど、でまあ。 名前をこう探して会、ねこ<う>、あったこれだってこれを回収するのにまずパッて取ってはいけないので清めて一応こうお払いを軽くしてから取り除かないとそのまま自分に入ってくるので<ー>なんでこう村人の方にも気づかれてますし、まあ、その中で短時間で行って早急に取ろうっていうところで読み始めたんですけどまたパシャって聞こえたんですよね。うん ただまたた同じ方が取ってたんですよずっと車でこうぐるぐる私たちの,その周りを走ってるようでうん、うん、これは私たちの命も危ないかもしれない違う意味でっていう、うん、本当にいろんなものがこう含まれたあの依頼だったんですけど、まあ、なんとか回収ができて、うん、よしじゃあこれを納めてあの持って帰ろうとした時にあの危ないっていうふうに弟に突き飛ばされたんですね。はい、でびっくりして 何って聞いたらマムシが三匹いたんですよ。<laughs> で三匹も三匹もいてで弟が危ないから帰ろうってすごい顔で剣幕で言われてえ、うん、なんでって聞いたんですけど見てって奥の方を指さしてたんですよ。はい、何って聞いたらほら虫かご持ってるでしょって大きいだ誰がですか村人の方です。あ,ははあの人さっきまで このヘビ中に入れてたたけけどああ、放ったわけですすねそうですで、もう外部から来た人に消しかけてたっていうことですよね。そう,ですそうです、すそうでで、車の中もいっぱい覗かれてていろんな方に。弟の車です、ね、いやこれはもうなんかいろんな意味でデンジャーだなと思って、うんでまあ、とりあえずこう回収したものは見えないように隠してで車のところまで行ったらやっぱりあの直接は何か言ってくるっていうような感じではなかったので。うん さーっとこういう目で見ながら離れてっては言ったんですけど車に乗る前に一回またその収めるのにですねちょっとこう軽く清めてた時に弟が一応その回収しましたよっていうあの証拠の写真を撮ったんですよその時にまあ映ってしまったっていう <laughs> えさあのまず回収しましたよって写真のことは、はい、そうわら人形ですよねわら人形の、ね、写真見るだけでも怖いですけど<っ>そこに何か写ってるかもしれないってことですよね今そうですねわら人形はですねあのー、一応カットトリミングしてあのトリミングはいグ写,真写真をですね <laughs> あのカットして。<laughs> 切り取りました。わら人形じゃなくて写真をですね。はい。あのー、びっくりした今。わら人形をトリミングしたのかと思って。<laughs> すごいこと。さすがギャル霊媒師と思いましたけど。<laughs> ワンちゃんですよね。ワンちゃんみたいになっちゃいますよね。やっぱりちょっと危ないんで、<laughs> はい、あのー、縮小して私の部分だけを取ったあ,<ー>あの写真で見えないような感じになってる、はい、ようにはしてるんですけど。じゃあ写真皆さん見た方も大丈夫ですね。大丈夫です。はい、はい。これちょっといろいろあのー、突っ込みどころがありまして。 カットしてるんで映ってないんですけど、藁人形がここわかりますか？ゆいすぐ目いきました何個？私の目がまずおかしくなってそうこんな鋭いなんかもう正気がないっていうか、はい、そうなんです。こんな怖い顔してないですもんね、ゆいさんね。してないですよね。うん、で、私と別で額が映ってるんです。眉毛、目、髪の毛の分け目、こう私の毛と違うのでここだけ。<laughs> 最初なんか結衣さんの顔になんかかかってるなと思ってたんですけどこ、はい、これれ顔顔ででですすすよね顔ですこれです目がつぶれてて眉毛で分け目でこの明らかに違う紙質のここまでの方これが写ってしまってでなんでこの写ってしまったかというと回収したじゃないですか。 藁人形から取り除いたんですね取り除いた瞬間に私に取り付いた写真ですそれは呪った人が人がですその念というか、はい、その気持ちがガッて来たわけですかそうですで依頼者様にも一応確認で見せたんですけどまあもう口を塞いでこの人ですえ,ー、えちなみにごめんなさいあの個人情報なのであれですけど、はい、依頼者さんっていうのは女性の方 女性の方ですじゃあじこの方今映ってるのもなんか僕は女性に見えたんですけど。じゃあ女性が女性を呪っていて。はい、でしかもここの土地の地主さんでした。えー、なんで私たちが来ることも察知できる情報綱というか、まあ、動く人間はいらっしゃるというかいろんなことがこうつながってあだから私たちも、まあ、つけられて確認されて。 分かったんだなとちょっとごめんなさいその地主の、まあ、女性ですよね、はい、まあ娘さんなのかもしれませんが若く見えますのでそうですね。の方がその同じ村に住んでいる依頼主の女性の方を呪った、はい、とことですよねこれもまた理由が怖かったんですけど、まあ、意を決してあのお話ししに行ったらしいんですよねご依頼主様が。あの なんかちょっとこうあまりよろしく思われてないお話を聞いたんですけどなんか悪いこと私たちが悪いことをしましたかっていうふうに直接地主さんに聞いたらしいんですね。でその時におっしゃった言葉が「あなたたちよそ者でしょ?」なんですよ。1ヶ月前に引っ越してきてここの村とは全く関係ない人でしょ そんなななの歓迎するわけいいいじゃないっていう理由です。まあ隠すどころかもう開き直ってお伝えしたようで,でそれが私があの回収した後だったんでっていうことは神社に行きますよねあの自分がこうやっているわら人形がないわけですよね。っていうことは「あ呪いがバレたじゃあ隠す必要がないから本人に聞かれたら言おう」ということで多分言ったんだと思います。 関東という話でしたけども、はい、何かこう歴史的に見て例えば大きな戦で負けた方の一族が、はい、そこから隠れるために山里とか人里離れた場所にこう隠れ住んでる里ってまあ歴史的にあってそ,、ね、それがいまだにこう続いている場所ってやっぱあるじゃないですか。もちろん、ね、今こうだいぶ開かれてきてはいますけどやっぱりでも昭和初期ぐらいまで。 やっぱりそこに住んだ方たちっていうのは見つかっちゃいけないっていう教えだったりとか隠れ住んでるっていうところがあるからまあ異様にこうよそ者に対して誰か知らない人が来た時にみんなでその監視してで時にはもしかしたらですよこれは予想ですけどもっと前の時代だったりするとそのよそから来た人がここに人が住んでたよってことを情報を得て 人里の方に行ってしまうと、この場所自体がバレてしまうってなると、その人を生きて返せないとかってこともあったのかなって思うんですよね。そういう感じでしたね。<ー>やっぱり我々がその帰る時も車に乗って、まあ、こう道を出ようとするじゃないですか。まあすごい勢いでこう思いっきり車の中に顔を覗いてこうやって入れてくるぐらいなので、もうそれが本当にオーバーな話じゃなく。 だいいた車で1キロ走って1キロを超えるまでの間もすれ違う方みんなこうでこう見ながらこう電話を取り出す方もいたりとかああもうそういう場所なんだなっていうのがやっぱりもうはっきりと分かったっていう感じではあったんですけどやっぱおっしゃってる通り無理やりなんかこう木を植えてるようなちょっと作りなんですよね。そこだけポンと ちょっと小さい森とこう人目がつきづらいような感じにほんにこう車で走る際にはあのまず人が住んでるようには見えないような感じになってましてなで傾斜があって、えー、余計こう目が届かない場所にあったので、えー、あ実在してるんだなまだこういう場所がとでやっぱりナビでこう調べてもですねあの出てこなかったですはあまだいまだに9年前の話ですよね、うん、はい。 なんか本当都市伝説ですけどそういう隠れ住んでいた集落あともしかすると何か代々何かを封じるとか結界を作るみたいなことを仰せつかった集落とかもうなんかあるって話あるじゃないですか。はい、そうですねでそうなるとやっぱりこの一族だけこのね身内だけでずっとこうコミュニティを作ってきてる、はい、っていう中で、はい、地主さんですよね。 地主さんね、だからその神社の本殿の裏に30個もわら人形があるって異様じゃないですか、はい、でもそれがそのままになってるってことはもうその地主さんの家が何かあったらもう代表してやっていてそれがもうその村公認のような形になっているんじゃないかなとか。あ実際それはあの後からの情報でそういう。 ことだということが分かりましたね。ってなると地主さんっていうのはまあね。そのところを収めている方ですけど、そこ一帯の中で一番霊力が高いとか、昔からそういうようなことをしていた一族なのかもしれないですね。そうですね。そのご依頼、主様がたまたまあの夜中にですね。起きた時になんか外から音楽が聞こえてたようで、でなんだろうと思って耳を澄ましても聞こえなかったみたいなんですけど。ちょっとこう。窓を開けて耳を澄ませたら。 地主さんの声でお経を読まれてたみたいですお家に、はあ、それが夜中の三時半とか、はあ、いやいろんな依頼があるんだなって今回改めて思いましたけども、ね、ただやっぱり藁人形の回収って、はい、やっぱりこれすごく危険なんじゃないかと思いますけどもだいぶ危険でしたねやっぱりこの写真が撮れてしまったのもあったので まあ早急に自分のお払いもしたんですけどもあの車がが、ね、帰り、タイヤがパンクして。これあのよく言うのがもちろん、ね、亡くなった方の例もいます、はい、でもやっぱり今回の場合ってわら人形って生きてる人の思い念である意味生き量と言われるような類になってくるわけじゃないですか。生き、ね、の方がなんか怖い。 ですかね。生き霊の方がやっぱり危ないですね。危ないっていうと、はい、あの、その理由としては、亡くなってる方ってもう、あの、なくなってますので。ただこう、ご自分のこう、ご気持ちというか、やっぱり無念な気持ちが多いことが、ほとんどなんですけど。生き霊というと、やっぱり生きている人間ですので、常にやっぱりエネルギー蓄えられますよね。<laughs> <laughs> ですし、特定した人に対しての、気持ちが。 強くなるので、生き霊として飛ぶので、根拠があるんですよね。その肩に付く。なるほど。根強いんですよね。狙い撃ちでね。狙い撃ちで。はい、はい。なので、やっぱりこう。怨念の力っていうのは、やっぱり生き霊の方が強いですし、やっぱそれを邪魔したってなると。まあ、やってる側からしたら、邪魔ですから。何かしらで帰らせないように。それが実際、今本当におっしゃった島田さんの。いうような生き霊の力でタイヤがパンクしたのか。 もしくは私たちが見てない時にパンクさせられたのかはわからないですいやちょっと今回のお話なんかその村全体の怖さっていうね、はい、そういう場所がいまだにあるんだなっていう部分のそうですねこね本当にちょっと前の映画とかドラマなんかでありそうな話でしたけどもそうですねやっぱり結構なんか最近また怪談の映画が多いと思うんですけど、えー、本当にああいう感じですいや「マムシを放たれる」ってね <laughs> そうですね いやほ本当に日々ねボランティアで無償でやってるわけですもんね皆さんのために頭下がりますの本当に体にお気をつけになってなかなか頑張ってくださいありがとうございます皆さんですねこういったもの全部じゃないですが乗ったりとかねしてる動画大人気ですがギャル霊媒師飯塚ゆいチャンネル概要欄貼っておきますぜひ皆さんねチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたしますいやんかちょっとレベルが違いますね 壮絶なお話でただただ聞き入っちゃいましたけど本当大変だなと思いましたそうですねやっぱりなんかこう人間とも戦いがあるのでやっぱこう常に命の危険は感じてますねいやまたぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますというわけでゲストギャルレイバイシ、はい、飯塚由依さんでしたありがとうございましたありがとうございましたいろんな経験 じゃあもう、はいはい、当たり前のように子どもの頃からそういう世界が、まあ、見えて、はい、でそういいう世界にいたわけですよね。ねそうですねでやっぱり小さい時なのでもう判別もできないぐらいまだちょっとこう修行もしてないので、えー、近所にいるおばあちゃんとかに「おはようございます」って学校に行く時に挨拶してたんですけど。20歳にになった時に お前ずっとあそこ誰もいないのに壁に挨拶してたよっていうのを母から聞いてあの<う>歳で初めてて知ったっていうのもました普通のまあ普通っていう方もよくないですけど、えーはい、家庭だとまあ子供の頃ってねなんかそういうふうなこと言う子もいるじゃないですかで,す、ね、でもそんなのいないよとか、はい、そういうこと言っちゃいけないんだよって言ってどん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 その可能性が閉じられちゃいますけど、はい、まず家庭がねみんなそういうふうに見える人たちだから。そう 多分その否定もないからどん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 またそれが育ってくっていう下地があったんでしょうねそうですねやっぱりなんかこうなんとなくですけど噛み合わないことが多いなお友達と話しててっていうことがあったんですね <laughs> でもまあみんな優しい子たちだったんで多分それを突っ込まないでいてくれたんだと思うんですけどまあ結構やっぱりあのいないはずの人数分の私がお菓子を持ってってお邪魔してたりとか <laughs> 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 なるほどねはい そうなんです。友達の親御さんも気づいてたけど、まあ、優しくこう言わないでいてくれたっていうのもありましたね。あ、いい環境で。いい環境で。いや、本当子供ってね、無邪気が故に、ちょっとそれをね、いじってとか。そうです。なんか、お前気持ち悪いぞとか、言いかねないじゃないですか。いや、そういうことにはならずに。ならずに。みんなに、こう、すくすくと見守って。はい。育てていただけたっていう環境があったんです。そうですね。あ、の、やっぱり、あの、霊媒師さんとね、言われる方たち、僕も何人かお会いしたことあるんですけど。 はい、大先輩大御所の方含めて結構ねきつそうな方多いんですよ<ー>人相もちょっとこの口調も<ー>でもゆいさんってすっごい柔らかくって<ー>物腰も柔らかで低姿勢でっていう,うだなんかそういうやっぱり環境がそうですね環境もそのあったと思いますしあとはやっぱり私たちの修行って無償でお払い無償で鑑定。 無償でその人たちの痛みとまあ、自分のその苦労を経験値として刻みなさいっていうのがあるんですね。うん、なのでたくさん苦労するだけその人たちの痛みがわかる分優しくもなるし強い人にもなれるからっていう教えなので多分それでこう痛みがわかる分なんかこういう気持ちで言うような感覚とかがなくなっ 素晴らしいっすよね、うん、さっきからなんかこの暗闇の中だからか分かんないですけど、はい、なんか時折あの北斗の剣のユリアに見える瞬間があって本当なんか柔らかいし優しいし<ー>こう地合にこう満ちてる方だなと思っていいや本当に今日お会いできてよかったですありがとうございますありがとうございます。 その見た目でえギャルなんすかとかってね思うかもしれませんがすごいんですよ「えー、ひいおばあさまが初代、はいはい、おばあさまが二代目、はい、そして三代目」というね、はい、代々こう受け継がれて霊媒師をされているという。でちょっとねあのまあ本当にこうボランティアというかってことで、ね、困った人がいたら。 駆けつけて除霊をしているというね、はい、活動もされてるんですけども、まあそういったね映像なんかも見られるのが、はいえー、YouTube チャンネルです、ね、はい伊豆かゆいチャンネルはいぜひ皆さんご覧いただきたいですね、はいはい、ぜひちょっと皆さん覗いていただければいろんなものを撮ってますのでなんかどういったチャンネルこういうところが見所ですよとかうとそうですねあのまあメインは出張に 伺わせてていいただいて、まあ、あのお祓いをしていくっていう、うん、あの映像を載せてるんですけども、まあ、ちょこちょこ怪奇現象イレギュラーなものが撮れていたり、うん、であの供養をして回ってるっていうような心霊スポットに巡りつつでもこう供養してお清めをして帰るっていうようなそういうあの映像をよく載せてます、ね、こんなね、はい、あの柔らかくってね素敵な方なんですけど時々の霊にぶち切れてる時ありません <laughs> やっぱあれぐらい強くいかないとっていう時にはそうやってやってるんですね。その時はもううわって顔かきむしりながらうわーって私に気づかれたことが嫌だったのかお前ムカつくしてやれって言ってきたんでそれでブチギレました。<laughs> 抑えつけようと やっぱり気持ちで負けちゃいけないんですね。そうですね。やっぱりそこの問題本当に結構重要で皆さんあの聞いたことあると思うんですけど、そういうのに出くわしたら強く気持ちを持つとあのついてこないよって。これ本当です。だそういったですね。まあ恐怖映像不思議映像もたくさんあるんですけども。うん いろんな対処法とかね、はい、どういう風にしたらいいかっていう情報もね、たくさんありますので、ぜひ皆さん、あの、概要欄のしときます。えー、ギャル霊媒師飯塚ゆいチャンネル、えー、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと、あの、会話話をね、はい、聞かせていただく前に。はい、あのー、修行もされてたんですよね。そうです。 さああの今回もちょっとお話、ねはいはい、聞かせていただきたいんですけども、はい、今回はどうういった話でしょうか今回はまたこれがですねあの教教会会からの依頼です教<会>、はい、ちょっとこう意外と教会とじゃあ,まあ仏教とか神道とかいろいろあるじゃないですか。うん、かけ離れてると皆さん思われがちですけど行っているもの入り口だったりやり方は違くても納め方だったり 道理だったりは全部一緒なんです、ね、んなのでそういうのもまあありましてまあそういうのを理解されてる方だったからなのかご依頼があったんですけども、はい、その依頼内容っていうのがあの、まあ、教会ですのでシスターさんが何人かいらっしゃると思うんですけど立て続けに一、まあ、人行方不明二、まあ、人目は、えーまあ、原因不明で亡くなっていらっしゃる。まあ、もしかしかたらちょっと 心不全とかそういうものなんじゃないかっていうのもあったんですけどまあはっきりとは分からずで3人目の方はあの急に錯乱してしまってちょっとお勤めできない状態になりであの教会のすぐ外に遊具があったみたいなんですけどその遊具が勝手に燃えたっていう、まあ、結構こう不可思議な。うん 出来事が続いていてたようで,であの依頼をしてくださったシスターさんがお話しされてたのはやっぱりあの本当にちゃんとこう収められるそれこそ神父さんとエクソシストって別なので、うん、悪魔払いですねがいらっしゃらないということでちょっとこう我々も困っててなんとかならないかとで一回見てほしいということであの見させていただいたんですけど。 まあ、その時のちょっと写真は危ないんで見せられないんですけどあの顔がこうグワーっとう縦にこうね、はい、引き伸びたようなああもうこれはまずいなっていうことでじゃあもう引き受けましょうでお祓いをしましょうっていうことだったんですけどちょっとなんとなく私その時まだあの。 修行明けで、あのー、本当に一人前になりたてだったのもあったのでちょっと不安だったんで母にも相談したんですよその写真を見せて。たら「いやちょっと一緒にやろっか」って何もこう多く語らず、うん、まあなんとなく、あのー、ちょっとこう母の顔も曇ってたので「危ないの?」って聞いたんですね、はいうん、危ないね。 これあんただけじゃ持ってかれるよってさらっと言われてドキッとしたんですよね、はい、でなんでドキッとしたかというとやっぱりちょっと大丈夫かなと思ってた自分もいたのでやっぱ案の定かと思ってどうしたらいいって聞いたんですよ母に、はい、一緒に私とお前であの私ですね母と私で挟んでお祓いしようっていうことから挟んでもう はい、時間じゃないですかねひたすらもうずっと今経を読んででうちって代々継いでるっていうのもあってあの術があるんですけど、はい、それ払う、えー、それも全部こう伝承してってるんですねなんですけど絶対に他人には見られちゃいけないんですよ。はあ、で、普段私あのお炊き上げをして炎を使うことが多いんですけどその伝承して受け継いでいる あのもう絶対本当にこう強い霊と出くわした時とこれを使わないと払えないよねっていう時にしか使わないんですけどそれはお水を使ううんんでで、ね、です、ね、逆ですすねね逆炎とはそうなんです水を使って浮き上がらせて最後炎で抹消するっていう方法なんですけどあのなぜ見られてはいけないかっていうと自分の命が持ってかれるっていうことと見た人にも危害が飛び散るっていうことで。はあ あのまあ、鑑定所でいつもやってるんですけどシャッターまで閉めて誰も来ないようにして母とやってでお水にこう浮き上がらせてじゃあ燃やしましょうってなった時に、まあ、あの燃やしたんですけど無事それは燃えたんですけどこんな燃え方あるっていう悪魔の赤ちゃんのような形の燃え方でして燃えかすが。燃えかすがはいその 一ね。スクリームが写ったお写真とあとそこの墓、境、あ、界、のー、名土地名を書いてそれも一緒にこうお焚き上げするんですけど普通なんかこう燃えたらただなんかこう燃えてビヤッとひらが広がった感じになるじゃないですか、はい、紙が。多分は見れば分かると思うんですけどす四つん這いになってる。 前足後ろ足でこれ羽なんですよね。わ本当だ立ってるんですよえこっちに紙っていうのはお札みたいなあのに書いたんですかあそうです,うです大きいあの和紙での手書きのお札に正方形というか長方形みたいな形のもので、はいはい、これをどう始末するかっていうとあの本当にとどめを刺さないといけないんですねその危ないものに関しては供養とは別なので 私たち刀を使うんですけどそれを刺してちゃんとこう切って粉々にして始末してそれでやっと終えられたんですけどただこんな燃え方は今までになかったんでこの明らかに羽がついてて。あとやっぱりこう頭があって胴体があって手と足がみたいな本当にこう赤ちゃんがちょっとこうね,、はい、うねきむくっとなってるように見えますよね。はい そうなんですそれがちょっとやっぱりこういつものない依頼じゃないですか教会って。なんでやっぱ燃え方も違うし本当にちょっとこれは実際に自分で見てゾッとしたものでした。で後日ちゃんとこう安全になったかは聞いたんですけど、まあ、そこから何もなくあはい、あのー、生活ができて、あのー、何も問題がなく過ごせてるってことだったんで。 やっぱりだとしたらより一層もうこれが正体だと思ういとしっいやゾッとしますねはい。写真があるとちょっと怖いですよねはい、はい、いや代々続くそういう秘術があってはい。はい、え今日そのセンスとかなりねなんかこう年季の入ったあとそれしゃ釈情みたいなあ釈情です、はい、これは今日何で持ってきていただいてこれは一応その結界とお清めとを簡単に 行えるようにと思って<ー>はい迷気でもあり結界でもあるのでちょっとここに置かせていただいてであのこの扇子はですねこれ皆さん誰でもできるんですけどこう風を仰ぐ行為っていうのはあの気の流れを少し正してくれるんですねへ<ー>なんで窓を換気しながらこうやって仰いでいただくだけでもちょっとこう運気が落ちてるな気分が上がらないな発泡下がりだなっていう方は。 特に午前中、明るい時間にやっていただけると、これだけでもすごい簡単なお清めができます。これ扇数がいいんですか、やっぱり。扇数、まあ、うちはでも、風が出るものであれば、うん、まあ、扇風機でもいいですけど。<laughs> <だ>まあ、そのそ、ね、換気プラス、さらにこうを風を起こすってことですかね。そうですね。やっぱり、こう、滞ってしまうっていうのが一番良くないから、はい、そこにこう、流れを作るというか、まあ。 こう風通しを良くして循環させてあげるっていうのは大事なんですか？大事ですね。<ー>私は個人的にちょっとおすすめなのが、あの柑橘系の匂いとかっていうのは、はい、あのお清め効果が少し高いと言われてますので、うん、私はお祓いするときはもうあの専用のものではあるんですけど、<ー>皆さんが買い揃えられるものは柑橘系のものでアロマオイルとかを。 よく私はここに染み込ませて、うん、先端に染み込ませた状態で、動いたりするので。そう、風がファー,、ね、ーっていきますもんね。ちょっと内輪だと、多分つけづらいので、そういう意味では扇子のがおすすめなのと。扇風機でしたら、アロマ入りの扇風機って今。 持ち歩き用でも売ってたりするので、そこにそれを入れて。やってもらえれば。<laughs> あ、いいですね。いいですよね。はい、これすごい簡単で、安全ですし、はい、おすすめです。わはい、嬉しい、なんかこう見てるん、ね、皆さんに簡単に家でもできる除霊法っていうか。はい、教えていただいたんですね、今。はい、ありがとうございます。そうですんでもないです。<laughs> え、なんかこう、じゃあ、家じゃなくって、あ、外でなんか、今ちょっとって思った時に。なんかこう。っていう、なんかあるんですか。すね、あ,あります。これは、あの、どちらかというと。 まあ、お清めというよりは自分の気エネルギーですねはい、はい、上げて結界を張る<う>、まあ、覇気を出すというかそれ例えば結界張るっていうのは、はい、ああここよくないなっていう場所に行った時に張るのもいいし、はい、あとあれもいいですよね多分あのこの人苦手なんだよなとかあ<ー>この人と一緒だと何かテンション下がるんだよなとか、はい、飲み会でもね仕事でもいいですけど、はい、そういう時に。 結,界反応結構有有効効でですすよねめちゃくちゃゃく結構やっぱり本当おっしゃる通りあり鑑定されてても思うと思うんですけど人からの寄与をもらう方って多いじゃないですか例よりもうん、うん、なんであのやっぱこう皆さんが集まる場所に行く前にやってほしい作法がありますんで、うん、え聞いてもいいんですか、えー、はい教えていただけるんですかですはいすげえもうありがとうございます <laughs> ぜひちょっと一緒にやっていただければと思うんですけど、はい、両手をグッと握っていただきます ぐっとこう思いっきり力を入れていただくとなんとなくちょっとこの状態が今気力を上げてあの結界張ってる状態なんですね、えー、でこれを持続させるためにはこの状態からさらに目をつぶって頂い,いて1分間鼻から息を吸って口から これ全身でちょっと深呼吸する感じですね。とやっていただいて、まあ、1分時計であのあ携帯で測ってもらえるとあの分かりやすいと思うのでタイマーをセットしてやっていただいてピッピピッとなったら目を開けて手をほぐしていただければ今一瞬ですけど、えー、気力を上げて結果を張ってる状態ができております。 大体、そうですね。まあ私がいつもそれをやっている時きは、私は六時間ぐらい持ちます。あ、もうあびっくりした。六時間これやってなかと思って。はい、あ、そう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 。六時間ぐらいあのあ<ー>出張に行った時、ね、持続持続時間が。持続時間がですね。はいはい、で長く持つ方はあのやっぱりそれだけちょっとこうエネルギーが強い方というかで。うん どこで切れたか分かるサインとしてはなんとなく急にふーっと眠気や疲れ<ー>だるさが来た時に切れた証拠なのでそれが人によって多分こう時間が違うんですね、えー、長い方は強い方で逆にスッて1時間でこうなっちゃったっていう方はある意味弱ってますよのサインでもありますね今の自分の状態がこれ例えばじゃあ3時間4時間でフっとなった時にまたこれやっていいんですか1日に何回もやっていいんですかあやっても大丈夫です で今お伝えしたように自分の,、まあそのエネルギーとかが弱ってる状態も調べられる方法ではあるので1時間でこうなった方はなるべくちょっとこう体を清めて、うん、あのちょっと長めにお風呂に入るとかですね清め風呂、はいはい、お塩と日本酒をお風呂に入れて使っていただくか私は時間がない時は頭から。 かぶるんですけど何を<え>お塩と日本酒ですね豪快っすね三、はい、リットルバッ三リットルいくんですかドボドボドボって 1> 1、はい、そういうのでめち,ちゃめちゃ見た目怖いっすよねそ,それ見たらいかついと思いますいかつ急にパッパーって,って <laughs> そういうのでちょっとこうあ自分の気上げて運気上げようとかあ発泡ふさがりになってたんだな気づかないうちにじゃあちょっと改善しようとか そういういに自分で調整できますんでいろんなこう用途になるこれめちゃくちゃ簡単でいいですね。ぜひぜひ皆さんこれね、はい、見てらっしゃる方で、はい、もう何か何かを払うだけじゃなくてもねこうエネルギーを高めるってことにもつながるからあそ,うですそうなんですでそのバロメーターを自分でちょっと調整してあのどこで弱ったかっていうのをちゃんと記憶してもらえれば。 高められます。いやちょっとえこういうあのためになる情報も YouTube、はい、チャンネルの方では紹介されてるんですか？結構そうですね。あのいろんな方法今みたいなこうすぐにできる方法やあと。 ちょっと風水絡みなものとかですね。お家にこれ置くといいですよとか、そういうのも紹介しております。ぜひ皆さん、はいえー、ギャル霊媒師飯塚ゆいチャンネルですね。はい。はい、あの概要欄貼っておきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよいい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、もう何から何まで教えていただいて、はい、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しいです。嬉しいです。私も楽しいです。あ <laughs> と今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、ゲスト飯塚ゆいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 あの修行もされてたんですよね。そうです。修行何年でしたっけ?。七年です。で今計二十年の活動もうね、はい、されてるわけなんですけど。はいはい、修行って何してたんですか?。修行はもうとにかく無償で人を救うことですね。はあ、鑑定をして、えー。無償でお祓いをして。でそれをどん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 場数を踏んで。自分に切り刻んでいくっていう。ただまだ修行期間というと一人前じゃないかもしれない中で。はいはい 時々すごく強いものとかがもしいたら本当に命の危険だってあるんじゃないですかやっぱりその時はですね自分もまだ一人前じゃなかったんで暴れました取りつかれてはあ、だから危険ですよね自分に入ってしまったわけですもんね,で,ねで、その記憶はなかったんですけどなんとかちょっと自分で頑張ってこう抑えられたみたいなんですけど、うん、やっぱそういうのは昔はちょこちょこ そういう経験をしながら徐々に徐々にこう,力をつけてっていうがあったわけですね,、はい、そうですねどうしてもっていう時はちょっとこう近所のもう小さい時からお世話になってるあのお寺さんがあったんで,、ええ、であの住職さんにもこう会いに行ったら「もうあんたはそういう道の人だからもうこれは避けらんないよ」っていうふうに言われたのがもうきっかけというか「あじゃあもう本当に自分で自分の身を守らなきゃ」っていうことでもう徹底的に。 これ本当ごめんなさいね、はい、あの,この質問がちょっと本当失礼かもしれないですけどいわゆるこの霊力みたいなものを強くすするる方法ってあるんですか、はい、やっぱりもう純粋にこう巡っていくじゃないですか<る>あの修行の時にお祓いをする場所に書く場所に回ったりして、まあ、人のこともこう見て鑑定をするっていうことをしていくと勝手に強くなってきますやっぱり。 はあ、霊に触れる機会だったり、まあ、人をこう鑑定するときになぜそれでも霊力が上がるかというと霊視って何だろうって思う方多いじゃないですか霊を見るから霊視じゃないのって思う方多いと思うんですけど人を見るときの霊視ってその人の霊魂を見るんで、うん、なので、まあ、皆さんがよく聞くこう魂の子ですよね、ええ、そこを見て潜在意識と本人が気づいてる潜在意識のズレとか。 そこを見ていくからこそ、あのどんどんその霊力の波長が上がっていくっていう。はあ、あの僕なんか全く霊感ないと思ってるんですけど。はい、あのそういう人でも、そういう力に目覚めることとかってあり得るんですか、ね。ああ、でも稀にいらっしゃいますね。あのだいたいそれで目覚める方って。結構ちょっと大きなご病気とか。ああ、よく言いますよね。生死の境をさまようとか。はい、そうなんです。さまよった方とかは、急にこうドーンって開いちゃう方は。はい すする方も多いですねあのこれ、はい、あの僕も一応手相とか見るんですけど、はい、やっぱりかなりの数を見てきた中で時々めちゃくちゃ相性がいいのか会って手を見た瞬間にその人の手の中で主張する線みたいなのがあって、はい、この線すごいい気になるななるるみたいな時があるんですよ、はい、でそれをまずポーンって言って、はい、その話をすると「あ実は今こんなこと悩んでまして」って言った時に「あ きっとこの人とこういう悩みとこういう悩みがあってこういうことを言ったらきっといいんじゃないのかなっていうのがなんかゾーンみたいにパ,パパパってこう見える瞬間あるんですよ。あ,<ー>あれっていうのは経験値から来るもので、それは霊感とかじゃないですよね。いや経験値と半分はやっぱ霊感です。で我々みたいなこう占いとかまあ私の霊視も結局占い師として霊視で扱ってこう鑑定はしてるんですけど。 まあ占い師さんあるあるかなと思いますね。やっぱりこのゾーンに入る瞬間ってあると思うので、なんか時々なんかすごい調子、はい、調子がいいっていうか <laughs> ありますよね。ブワーって流れてくる時も、ね、そう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 あると思うんですけど、勝手にポロ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 ってありますよね。あれゾーンに入ってます。 あれもしかしたら何かそこにいらっしゃる、はい、守ってくれてる存在とかからこう情報が入ってきたりとかそういうもので何かこう自分が喋らされてる状態みたいなことなんですかね、はい、そうですねあとはその方との純粋にこう心の扉が開いた瞬間がマッチした瞬間だったりあ,<ー>あとはですねあのご自身が無意識のうちに結構やっぱそのゾーンに入ることが可能なぐらいちょっとこう霊力というか上がってきてる証拠でもありますね。 はい。まあ修行まあ上げられるんですね。そうですね。結局はその方の深い部分を見る仕事じゃないですか。あの霊視に限らずこう占いっていう、うん、深いところを見るっていうこと自体が多少のそういう霊力を上げる修行なので。は,は,はい。例えばじゃあ人の相談にたくさん乗る、そしてすごく寄り添う、はい、深い部分まで共感するっていう。うん ある意味危険な部分もあるじゃないですか持ってかれてしまうとかう、ねうね、同じように落ち込んでしまうとか、はい、でもそれって霊力を高めることに一つつながる可能性があるってことなんですねそうですでそのやっぱり今おっしゃったように持ってかれるっていうのが増えればそれはある意味その持ってかれるぐらい自分の霊力がその人にこう マッチしやすくなっているので、上がってる証拠なんですね。<ー>要は半分憑依している状態。でもそれをこなしてって超えていくと持ってかれなくなります。何にも。そうか。今生きてらっしゃる方の相談にたくさん乗る、はい、共感するということをやってると、結果その共感力が上がって亡くなった方、今ここにはいないはずの方ともつながる共感力が出てくるかもしれないということなんです。<laughs> そうですね。やっぱりなんかこう感じ取れる感覚。 絶対にちょっと強くなります。アンテナみたいなことがどんどんこう感度が増していくっていうような感じなんですかね。そう,そうです。そうです。で、持ってかれても、感情まで持ってかれなくなりますから、どんどんそれをこなしていくと。<ー>あ、わかる。見える。けども、自分はちゃんとこう、無事で入れてるというか。なんで、超えた時が楽ですよね。超えるまでは、めちゃめちゃ大変そうですけども。いや、ありがとうございます。とか、なぜい,いろいろな質問してしまって。いや,いやいや、ありがとうございます。 ちょっと休憩時間に小耳に挟んだんですけどみんなワンピースにおける覇王色の覇気あるじゃないですかルフィとかが持ってるねまさに選ばれしい人のバーンっていうね周りを圧倒するような覇気出せるってさっき言ってましたけどそうなんですまさに皆さんも皆さんもです前回の気の高め方ですね。鼻から 吸って口からこれを1分間続けていただいてであのその後に人によってこう持続するバロメーターが違うってお話ししたと思うんですけどこれを続けていくとやっぱり持続時間が皆さんん伸びていくんですよ、ね、<ー>そのぐらい持続するぐらい本人の気が高まってるっていう証拠なので高まっていけば高まっていくほどこれをやっていただいて目を開けた瞬間 ちょっと異様なオーラ流れますからね。ええー、感じられますか？感じられます。どういう感覚なんですかね？あの自分でも感じつつも周りの方が気づき始めたらもうそれは結構強い目ですね。なんか最近ちょっと生き生きしてるよねとか、はい。なんか最近ちょっとなんかエ,エネルギッシュだよねとか、はい。そういう風に言われたらもうそれはってことなんですね。そうです。例えばなんか若返ったよねとか、あ<ー>目に力があるよねとか。 元気そうだねとかこういうのもその一種の効果なんでどどんんパワーが強まっってていくううそですね私は毎回これをやるだけでももう汗がだらだらやった瞬間に出てくるので体にもう自分で反応が出る方は相当強くなってる証拠なのでこれをやった後に汗をかくようになったり体が熱いのが取れないとかなんか目がすごくサッと。 冴えるような感覚になるっていう方は、結構な霊力が高くなってる。うわ、面白い。はい。ぜひ皆さん。そう覇王色の覇気。はい。手に入れてください。はい。これやって、やりたいですね。そうですね。そうですね。そですね。そ今回なんですけど、あの、なんか夏。まあ、この夏に、まあ、ぴったりのお話って聞いたんですけども。どんな話、なんでしょうか。 まさかの花火大会での出来事だったんですけど、はい、これあの私以外その場にいた皆さん全員が見てますからね一般の方、まあ、全然本当にこう霊を信じる信じない関係なくそこでこうレジャーシートを引いて見てる方たちも全員見てる。 いたあの出来事だったんですけど。え、だって花火大会ってめちゃくちゃたくさんの観客の方いらっしゃいますよね。はい。そう全員が目撃したってことですか。そうです。これ事件的な。結構な大事件で,した、ね、ですよね。もう泣き叫ぶ人も現れちゃったり、子供なんてもう走ってお母さんからもう顔をこう上げられないぐらい怖がっちゃったりとか、それぐらいのレベルの話なんですけど。ええー、どんな話なんですか。あのまあそこのいう まあ、花火大会自体が有名なんですけどその有名な花火大会を見る場所っていうのもまたちょっとそのシンスポで有名な場所なんですねほ<う>なんである意味では心霊スポットと言われてる場所でみんなレジャーシートを引いて見てるような感じなんですけども当に地元の知る人ぞ知る場所。絶絶景景ポポイインントトなわけでですすねね、はい、かつ、まあ シンスポっていうのも本当に昔から住んでる方じゃないと知らないようなところなんですけどあ<ー>あのそもそも聞いていた話がそこでして亡くなられた女性の若い女性の霊がよく出るっていう話を聞いていて、うんはい、で友達も23人見たよっていう子が昔いたんですけど、うん、ネットでも書いてた時あったんですね。 でも私実際それはあのあそこまでそんなに頻繁に行く場所じゃないので見てなかったんですけどま花火大会見てで終わった直後にこう皆さん残る方と帰る方といらっしゃると思うんですけどなんかやっぱ私が見てたそこにあのレジャーシート引いてる方たちは公園でもあったので皆さんちょっとこう飲みながら飲み終わったら帰ろうかっていう感じで残ってたんですね。私たちもじゃあみんないるし ちょっとこれ全部片付けてから帰ろうかっていう時に、もうびっくりするぐらいあの魚がなくなってずっとこう吸い死体というか不乱した時の死体って結構な生臭いああそうですねしますよね。ねはいはい,、はい、いきなりだったんですよね。今までそんなには一切なかったのにすごく匂ってきてなんだろうねってその辺の人もざわざわするぐらいだったんで、うん、あ私の勘違いじゃないんだって思ったんですよ。 したらなんかこうパッて見たらびちゃびちゃですごい水浸しになってて後ろが<え>私の真後ろが、ね、さっきまで違ったのにあ何もなかったんですよねでなんでびちゃびちゃに水浸しになってるかっていうのが分かったのかっていうともうあのレジャーシートのすぐ後ろがコンクリなのでコンクリがもう明らかにこう濡れていてうん、うん、なんならちょっと私のレジャーシートに少しその水がついてるような。 ななんだろうなんかこぼしたのかなお酒をって思ったらもうその水の匂いが生臭いんですよ。うん、で「えー、漏らしたのかな誰か」ってもうすぐあの斜め後ろがお手洗いだったんででもお手洗いからこう流れてなく明らかにこの辺から急にびちゃびちゃなんですよ。でなんだろうと思ってこっち辿って見てったら真っ白なワンピース着て裸足な女性が普通に。 びちゃびちゃで,、ね、で,で私とお友達と一緒にいて見てたんですけど私たちだけじゃなくてそこの周りにいた人たちも「えあの人大丈夫?」落ちちゃったのかな川に」みたいな花火大会を見てて騒いで「落ちちゃったのかね」っていうふうにみんなが心配してたんですよ。でもにしては臭いよねっていう話をしててちょっとこう「心配なんだけど何だろう?」っていう目で見てたんですねみんな。そしたら サーッと歩いてたと思ったら急にこっちを振り向いたんですよは<ん>その方がそしたらパッてその人の顔を見たら何にもないんです<え>何一つ目も鼻も口もなくそのままの顔でスッてこうやって急にバタッて倒れるように草むらに倒れたんですでもそれよ。りりもも倒れたことよりも 振り向いいたらこの距離でで皆さん見てるると顔あるじゃないですかスタッフさんのお顔とか本当に何もなくてそっちに皆さんがびっくりしててギャーとかギャーとか騒ぎ始めちゃって「お化けお化けお化け」ってもうあの女性の方たちとかももう恐怖で震えちゃったりしててでそこに一緒にいた男性陣の方が多分心配で見に行ったんでしょうねその方が倒れたところで倒れて速攻で行ったのでもう本当に 20秒ぐらいのの間なんですよ見に行ったの、はい、何にもなく水の形になってそのまま。でそこを目撃した人本当にこれはもう冗談抜きで20人以上の方は見てました。であまりの恐怖でなんでしょうけどねそのままあの倒れちゃう方も2人ぐらい。 いたり過呼吸になるからみたいみんなが目撃して、みんなが目撃して,て。しててそうなってくると、うん、霊感があるなしに関わらず全員が見えるってこれ、かなり強いっていうことなんですか。相当強いです。<ー>全員が見えるっていうことは。で、形を表すために皆さんに示すために現れた例なので、まあとても強いだけじゃなく危険性も高い例だったんですね。で、花火大会なので、まあ。 プライベートなんで何も持ってないわけでですも友達は理解してくれてるのでもう早急に塩と日本酒と鍋と水とメモ用紙とあの赤いマジックペン黒いマジックペンこれ全部買ってきて鈴もあったらあの自転車につけるようなキーホルダーの鈴でもいいから買ってきてって言って買ってきてもらってそこで臨時でお炊き上げとお祓いをして何度か無事に済んだんですけど。 もう怖すぎてもう一回ちゃんと調べたんですよねネットでそしたら私最初にお伝えしたと思うんですけど若い女性を見るって書いてたって伝えたと思うんですけど着てるもの白いワンピースだよねっていうの知らなかったんですよ私が見たの白いワンピースだったんで、うん、まさにその噂の例をそこにいる全員が見ちゃったっていう、うん、いやそれで 急に現れる。で、急に匂いがしてくる。まあ、霊臭みたいな。あれ、私、多分、過去最高の霊臭でした。もう消えないです。今も記憶から。<ー>もう五年以上前なのに、思い出せます。急なんですね。ただ、急に出現したってことなんですね。そうなんです。だから、場所も移動してないのに、いきなり強い。は、まあ、その生臭いような匂いってことですか。 そうですなんかこうただ生臭いというよりは腐敗した魚とかの生臭い匂いであの鬼滅の刃あるじゃないですか鬼仏寺の匂いって炭治郎がよくこう強い鬼が現れるともう嗅いでられないうっていう匂いを感じるっていうのと一緒で我々もああいうのを霊臭っていうんですけどはい、はい、強い霊ほどとんでもなくもう鼻を塞いだりおえつを起こしている方もいたぐらいなんで。<laughs> 突然の強い匂いってじゃあ近くに例が現れた証拠にもなるわけです,なりますねで今回その面白いのが水ですよねそうなんです昔からねタクシー階段で、はい、後ろにね女性が乗ってきてパッて気気づいたらいなくなってたでもシートがびっちょり濡れていたっていうねなんかそういうお話ってありますけど、はいはい、今回もその水これは何なんですかねまあででで花火大会だっったたので、まあ、そこで亡くなった方っ っていうのはすぐ私は分かったんですけど、えー、で、これもまたちょっと都市伝説のようで。でも本当のことなんですけど、なぜあの河川敷とか川で花火を上げるかっていうと供養とかそうですよね。はい、元々はね。そうですよね。魔除けとか祈祷とかそういうので、そこの場所を選んでやっぱりやっているっていう意味があるものが多いじゃないですか。で、うん、だそれがあって現れたのかなっていうのも思いましたし。うん、でも。 ちょっとただ単純に現れた感じではなく品定めしてたんだな、はあ、そうかいや僕本当に今の話の通り、うんはい、まり、あ、花火大会特に東京江戸の、ね、花火大会っていうのはまあこうたくさんの、ね、方が亡くなってしまった大火事によってとか、うん、そういう鎮魂で始まったという,、ねうね、歴史もあったりするので、はい、ああそれによって花火大会が終わった後に亡くなった方が姿を現したのかなって思ってたんですけど。はい どうやらちょっと違ったんじゃないかっていう。そうですね。実際に目撃した私のあの時の感覚では、誰を道連れにしようかなっていう感じでした。それはあれですか？自分が苦しい思いをしたのに、みんなが楽しそうに花火を見て、こうキャッ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 してること。で、もうちょっとこう。うね、嫌だったんですかね。まあ、あの、昔からの噂だと、その女性が素でなくなってるって,、うん、って言われてまして、で、私も見た時に明らかにあの。 その戦時中に亡亡くくなななっったた方方とかか、うん、そういういりでではなかったんですや、ね、け傷もしてなくどちらかといったら本当にその水死体に近い真っ青な感じだったので,、えー、でああこういい意味でありがとうって意味でやっぱ供養される霊もいればそれをきっかけに去って持っていこうとする霊もいるんだなと思っていやちょっとこう見るのには霊感が強い人ほど 本当に気をつけてやってから見に行った方がいいかと思います。ただそこにユイさんがいて本当良かったですよね。いやー、本当もうなんかおこがましいですけども、そうミニセットで何とかもう本当に一瞬で供養して無事帰れるようにはしたので。あとね、やっぱり顔がないんだっていうね、はい。顔がなかったです。でもその顔がない理由も私から見て分かったのが。はい 腐っって溶けちゃったんですよ、ね、その水死体として腐乱して腐ってあれ命を落としてしまったっていうのは水の中に入って,っていう手ですねそれでびちゃびちゃでああそうかでそこにまつわる話を知ってる私の地元の方もいましたしほ本当にあそこはあの昔はちょこちょこする方が多かったからで 女性ののを見るっていうのがもう決定されて決まってる歌い文句でもあったので,、うん、で実際私が見て本当にそうでしたしただの人ってよりは腐って顔が溶けるぐらいまで見つからなかったんだなっていうのも自分で見て理解しした瞬間にゾッとまいやーう今回ねやっぱりその霊感がない人でも嫌をなしにこうね目撃してしまうっていうのはそれぐらい強い霊だっていうこと。 さらに、ね、突然、強烈な匂いがする時っていうのは、霊が来ているっていうね。なんかそ,ういうそうなんですよ、ね。なるほどなあってお話。そうですね。うん、気をつけていただきたい匂いの一種でしたね。生臭い匂いと焦げ臭い匂い。あ、焦げ臭いやつも。はい。あのお線香の匂いはどうなんですか。あれはですね、供養されている霊とか、ご先祖様が会いに来てくれたよっていうことが多いんですけど。うん、焦げ臭い、えー、生臭い、あと湿気カビみたいな。 匂いの時はこの三つは要注意ですね。はー、うわ、めちゃくちゃ勉強になりますね。ありがとうございます。<laughs> どうでもないです。えー、ぜひ皆さんですね、えー、こういった情報がもたくさん載っております。えー、ギャル霊媒師飯塚豆かゆいチャンネル、はい。はい、あのもう十万人目前ということで、すごく早いスペースが。ね、いやもう本当皆さんのおかげで、おかげさまで着々とちょっと十万人に近くなってきているんですけども、まあ十万人いったら何かこう。 恩返しというか、していきたいなとは思っているので、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。なんか、あの、本当にね、あれやってほしいですよね、十万人になった時に、はい、あの。画面を通して、全員お払いっていう。はい、そうですね。はい、ちょっと、その、今でいう S. N. S. のツールを使って。ちょっと、皆さんに何か供養と。 結界と祈願を届けられたらなと思いますももう一斉にできますんねそうですね見てくださればみんなで一緒にこうやってすごいですねそのチャンネルとかそのね生配信見れば運気も上がってパワーも上がるって最高の生配信ですねそうなんですちょこちょこ最近本当に短めなやつはやり始めたんですけどちゃんとがっつりした無償での木曜と祈願とやらせて頂ければと思っておりますはい楽しみにしてまますすはいいいよろししくお願た貼っきます。 ギャル霊媒師、飯塚ゆいチャンネルです。皆さん、ぜひ、はいえー。チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします,します。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゲスト、飯塚ゆいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。